全くですか。しなさそう。はい、10年間包丁触ってます。え？あんなノコギリみたいに切れない。切れない。え？これ肉ですか？そうですよね。え？こんなに切れない。肉じゃないんじゃないかしら。おお、びっくりした。何？ピーマンを。いやいや危ない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 。いやいやいや危ないの本当に危ない。ないから皮とかいう概念は。できない。うわ、ちぎり出した。鈴木奈々と全く一緒ですよ。ちぎって作る。もう野菜入れてきます。人参でかくない？あれ絶対火通らないよ。おっす。はあ。酢豚すごいよ。いいね。せきずつ出るよ。そりゃそうだ。いいね。自分で仕掛けて。ね、あん中にさ、もう白いのが溶けて、トロトロになってくれれば。だからもう野菜炒めみたいな。じゃあ唐揚げにしろよ。うわ、入れすぎだよ。入れすぎだよ。えぇー、バカタレが。うわ、あ、いける。テンプルみたいになってる。頑張れ。うわ、地獄絵師。うわ、あ、どうしよう。あ、でもなんか濃い。え、お前の家の主婦だ。何来たこれ。うわ、よくあれで来たって言えるね。すごい。あ、お餅。すごい。これくっついてる。これは火通ってねえ。うわ、カッチカチだろ。これこれなんかよくこれウサギが食べる人参です。全然わかんない。え、どれ使えばいいの。あ、そっか、肉の種類もね。え、バラ肉。え、種取らねえ。種を取らない。取ろうよ。ケチャップは、うん、これ味がぶつからない。ぶつかるのに。酢豚だぜ。美味しい。で、チンジャオロースみたいな作り出したよね。種がすげえよ、ピーマン。牛肉で作った酢豚。そうそうだね。酢豚風の。一瞬うまそうですけど。そうですね。ご飯が進みそう。酢豚ではないけども。あ、美味しいです。美味しいですね、確かに。鶏肉と豚肉と牛肉が生であったら分かる？分かんない。分かんない。食べたら、食べても分かんない。あ、じゃあアンジャッシュの小島と一緒だ。今自分が何の肉食ってるか分かんないから。あの人もバカなんですよね。バカだから。そう、ちなみにアンジャッシュ小島さんは毎週この番組見てるみたいですよね。俺追いかけることに決めたよって言ってました。あんな持ち方ある。そっち。でだからあれじゃない。1個大体入ってるじゃん、鶏肉が。なるほど。あ、タケノコもね、入ってるもんは。タケノコ切ってます。そうだね、本当に一人前。タケノコ切ってます、わかるわ。お、あ、いいね。そうね、そこが謎だけど。違うよ、カニクリームコロッケじゃないよ。ちょっと待って、ごまかな。何してる。だしの茶碗蒸し自身を作ってます。茶碗蒸し自身を作って哲学的な。あ、え、固まる。何あれ。何何それで固めようとしてるわけ。なんかゼラチン固まるって聞いたので。
え、なんかやばいかもしれない。寒天を殺そうとしてるじゃん。溶けない。鼻息がすごいじゃん。でもちょっと辛かった。何これ、こんなんできた。うわ、捨てた。いい感じ。どうなんだ。え、もう完成の予感。これ何、味、何入れた。うずらの卵殻ごと。家康。うずらの卵食べたくなった。お前これ自分で作ったんだから。てめえで作って。デザート的な感じやな。生クリーム卵、クリームシチューと茶碗蒸しの間。そう、あれだってな、生のうずらでしょ。え、生ってうずら食べないですか。いや、生のうずら、いや、茶碗蒸し火通ってないでしょ、中。よし、後で休憩したらお前楽屋来い。料理普段しますか。気が向いた時とか時間がある時に作りたいなって思った時に作ったりします。相変わらず話が長いね。たまに作りますね。いいんだよね。余計な説明し足どうすんの。そのまま入れるとこうなんか散乱するので。あ、違う、最後にこうやるんですよね普通。あ、間違えた。あ、これ美味しい。あれ、合体させたんだ。で、このきな粉は、だし。ジョボ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 。1杯分ぐらいを。ほら、合わせる。あ、いや、もうちょっと。生クリームね。そうですね。和食って、だし命だと思うんですよ、勝手に。しいたけと、な、料理ってヒーリングなんですよ。だからこれも一滴入れるぐらいが多分ヒーリング的にはちょうどいい。なんかでも時々鼻につくな。鼻につくな。確かにね。あ、でも蒸してるじゃん。お、できました。え、一応形にはなったと思います。これ多分、ね、多分他のメンバーは固まってないと思うんですよ。早く食え。おいしい。まあまあそうか。牛乳が入ってもか、はい、ちゃんと出汁の味もする、はい、はい、しました。なんか本当に老舗、見た目はちゃんと老舗旅館のみたいになる。老舗旅館をバカにしてんじゃねえ。老舗旅館に怒られるよ。本当だよ。料理面以外にもちょっとナレーターの方もね、鼻につくとか、土屋さんもちょっとおっしゃってましたけど。そうですね、話が長いんだね。佐藤は話が長い。なんか話が長いというか伝えたいことがありすぎて、でもちょっと頭が悪くて説明長い。